殉職した自衛隊員の追悼式が行われ、岸田総理や遺族などおよそ300人が参列しました。沖縄県の宮古島沖で起きた陸上自衛隊ヘリコプターの墜落事故など、この1年間で公務災害での死亡が認定された隊員は26人でした。岸田総理は追悼の辞で、このような不幸が再び起こらないよう最善の努力を尽くすと述べました。